そこのお前、この機体に見覚えはないか。それではガンダム解説。レディー、ゴーフラッシャー。皆さんこんにちは。ゆっくり解説のレイムです。解説のマリサだぜ。今回から、アナザーガンダムの解説を始めます。アナザーガンダムといえば、すでに、鉄血のオルフェンズや、水星の魔女を解説しているが、それ以外の、アナザーガンダムの解説を始める、ってことだぜ。この企画も、数年かかるよね。そうだな。廃棄した機体を再び集めたり、新規で発売した機体も買わないといけないからな。ただ、安心してほしいぜ。投稿者が、ご健在なら、す、べ、て、のガンダムを解説するからな。なるほど。あと30年は戦えるわね。そして、一つだけ注意点を。アナザーガンダムのモビルスーツ、モビルアーマーの中には、すでに絶版して、手に入らないものも大量にあるため、解説する順番などはバラバラになるぜ。その辺はご了承ください。そして、今回は、あの伝説のモビルファイターを解説するぜ。では、そろそろ、GF-13-017NJ、シャイニングガンダムの解説を始めるぜ。ゆっくり見ていってね。今回解説するモビルファイターは、GF-13-017NJ、シャイニングガンダムになります。シャイニングガンダムは、ガンダムファイト第13回における、ネオジャパンの、ガンダムになるぜ。ガンダムファイト、ネオジャパン。では、その辺について、簡単に説明するぜ。機動武闘伝 G ガンダムでは、宇宙世紀ではなく、未来世紀となっており、地球をリングに核コロニー国家が、主導権をかけて、ガンダムと名付けられた機動兵器で、競い合っている世界だぜ。要は、ガンダムを使った、武闘大会ってこと？そうだぜ。戦争をしないで主導権を手にする大会が、ガンダムファイトで、4年に一度行われているぜ。今回解説するシャイニングガンダムは、ネオジャパンの科学者である、三日村博士が、第13回ガンダムファイト用に、開発した機体ってことだぜ。へぇ、そういう設定なのね。このシャイニングガンダムは、格闘技と、剣技に特化した機体で、機動性を重視した設計になっており、攻守のバランスが優れているぜ。しかも登場者は、コロニー格闘技の覇者で、さらに、流派、東方腐敗の技を使いこなすぜ。モビルスーツの操縦に、格闘技は関係ないのでは？関係終わりだぜ。ガンダムファイト専用のモビルスーツである、モビルファイターは、登場者である、ガンダムファイターの動きが、そのままモビルファイターの動きに反映する、モビルトレースシステムを採用しているぜ。なるほど。動きをダイレクトに反映する、操縦方法なのね。そうだぜ。ちなみにモビルファイターの管制システムは、頭部に集中しているぜ。しかも、武闘大会だから、格闘家が登場するって話なのね。実際は様々な分野の、ガンダムファイターがいるけどな。格闘技の覇者である、ガンダムファイターが、この、シャイニングガンダムに登場すれば、格闘戦で最大の力を発揮するぜ。では、シャイニングガンダムについて、もっと詳しく解説するぜ。シャイニングガンダムは、コアランダーが機体起動のキーとなっていて、シャイニングガンダムと合体した後は、バックパックとして機能するぜ。機体構造としては、シャイニングガンダムには、段階的に機体を、パワーアップするモードが搭載されており、それぞれのモードに合わせて、機体各部が展開するぜ。なんだろ、完全にバトル漫画のようなロボットね。機体各部の解説としては、ショルダーアーマーは、二重装甲式になっており、仮想に搭載された、フィールド発生装置によって、パイロットの動きと連動して、機体の反応速度を向上させるぜ。アームカバーは、レアメタルハイブリッド製であるため、防御兵装として機能する他に、内部にはブースターが搭載しているため、パンチで攻撃する際に、加速することが可能で、破壊力を上げるぜ。エルボーロケットかな？エルボーロケット、オッケー、ナウ。側部は、地形の変化に合わせて、設置面積を広げて安定させる機構が内蔵。脚部両側面には、レッグカバーを備えており、
この部分は、衝撃吸収能力に長けた、多層材が用いられているぜ。アームカバーと同じく、防御兵装として使えるってことね。そうだぜ。さらに、内部にはブースターが内蔵しており、機体のホバリングはもちろん、キック時の破壊力を増加させることが可能だぜ。ライダーキックかな？胸部中央にある円形の装置は、エネルギーマルチプライヤーで、これの発動に伴う、アーティフィシャルオーラジェネレーターの、駆動を制御することにより、東洋の気候のような気を練る機能が、シャイニングガンダムで使用可能だぜ。カメハメ派かな？20米海王剣の、カメハメ派だー？頭部には、フェイスカバーがあり、機体のパワーに応じて、放熱効果を高めるために展開するぜ。あと頭部の各種パーツ名は、字幕をご覧ください。なんというかすごいガンダムよね。こんなに様々な機構を入れているなんて。まあ、これにはいろんな理由があるしな。登録番号からわかることとして、前回大会では、ネオジャパンは、17位というよろしくない結果だったしな。主導権を握る戦いで、17位では確かに厳しいわね。では、次は武装などについても解説するぜ。まず、頭部には、バルカン砲が2門、主に牽制に使用するぜ。両肩部には、マシンキャノンを2門内蔵。両腕部には、シャイニングショットと呼ばれる、ビームガンを、アームプロテクターに内蔵しているぜ。意外と射撃兵装が豊富ね。ガンダムファイトは、様々なガンダムタイプと戦うからな。他には、ビームソードを装備。ビームソードは、大小2本が左腰に備わっており、ソードの刀身には、G ガンダムの文字が刻まれているぜ。こう見ると、近接用兵装って、ビームソードくらいなのね。それは、シャイニングガンダムは、手足を用いて繰り出す、徒手空拳がメインだからな。この攻撃は別名、シャイニングストライクとも呼ばれているぜ。ああ、そっか。格闘技の覇者が登場しているから、基本的に格闘技を使って戦うわけね。そうだぜ。しかも、このシャイニングガンダムには、必殺技もあり、ノーマルモード以外のモードもあるからな。違うモードがあるだと、俺のこの手が使ってうなる。お前を倒せと、輝き叫ぶ。必殺。この必殺技や他のモードなどは、次回以降詳しく解説するぜ。まだ始まったばかりだもんね。第1回、機動武闘伝 G ガンダムモビルスーツ、モビルアーマー解説いかがでしたか？シャイニングガンダムの解説とともに、G ガンダムの基本的な部分に触れたぜ。次回以降もシャイニングガンダムと G ガンダムの設定にも触れていくぜ。かなり長くなりそうね。そうだな。で、冒頭でも言っていたが、次回投稿は、別なアナザーガンダムになる可能性が高いぜ。まだ解説していないアナザーガンダムシリーズを、ランダムにやる感じなのよね。そうだぜ。手に入らないものが多すぎるからな。ただ、安心してほしいぜ。投稿者が生きているなら、す、べ、て、の、ガンダムシリーズを、投稿予定なので、ゆっくりまったりお待ちください。すべて終わるの20年以上かかりそう。そうだな。新作のガンダムも発表されたしな。では、今回はここまで。また次回会おうぜ。また次回お会いしましょう。